どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ヤシマトプラモデル部ホットケーキポーク鈴木です。ということでですね、今日も僕の代わりにポークちゃん1号とポークちゃんマーク2にナビゲートしていってもらいたいと思います。ということで今回はですね、エコプラ第2弾でございます。バンダイホビーセンター専用エコプラ RX78-2 ガンダム HG でございます。ということでですね、こちらはですね、先日ご紹介しましたエコプラ、前回はジムとザクをご紹介したんですけども、今回はなんとガンダムを手に入れることができましたのでご紹介していきたいと思います。前回のエコプラの動画を見ていない方にですね、簡単にご説明しますと、ゼロエミッション計画ということで、ゼロエミッションとは、バンダイホビーセンターから出る廃棄物をゼロにすることを目的にした構想です。ホビーセンターでは、プラモデルを生産時に出るプラスチック原料のリサイクルを行い、廃棄物を減らしているということで、このキットはポリキャップ、クリアパーツなどの一部パーツを除いて、ガンプラの生産時に出るプラスチックをリサイクルして作られていますということで、再生材使用キットエコプラということでございます。こちらガンダムをゲットすることができましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは実際に中身を開けていきましょう。オープン。こちらですね。はい、そうなんでございます。エコプラの特徴といたしまして、なんと全て真っ黒に塗られております。はい、こちらがですね、外装パーツね、いつもの HG だと、ま、白だったりね、赤だったり、こう色分けされてるんですけども、全部真っ黒でございますね。ま、ポリキャップとこちらのビームサーベルのクリア部分以外は全て真っ黒ですね。説明書は普通の HG の説明書が入っております。はい、ということでこんな感じでございます。もうあそこのビームサーベルのピンクはね、映えるぐらいもう真っ黒でございます。さあ、それでは組んでいきたいと思います。はい、ということで、足が完成しました。真っ黒でございます。それではここからは早送り。はい、ということで、エコプラガンダム完成しました。さっき足完成しましたとか言ってくれながらね、ここのパーツをね、思いつけるの忘れてましたけども、さあそれでは見ていきたいと思います。バンダイホビーセンター専用エコプラ144/1 RX78-2 ガンダム HG 完成しました。真っ黒でございます。エコプラ作るときはね、もうこれが決めフレーズみたいになってますけども、前から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じ。はい、可動に関しましては、まあ普通の HG とガンダムと同様に、腕がぐるっと回りまして、肘も曲がりますね。二の腕が横に行くようになってまして、手がぐるぐるっと回りますね。首も360度回りますし、腰も、まあ、ちょっと、干渉はしますが、稼働はします。で、まあ、足は前後、左右に動きます。で、膝も曲がりますし、ここの前の穴が動きますので、多少なりとも稼働はします。で、足首はほぼほぼあまり稼働はないような感じとなっております。ビームサーベルを持たせるとこんな感じ。ハイパーバズーカを持たせるとこんな感じになります。コアファイターもついておりまして、もちろん真っ黒でございます。真っ黒ではありますが、細かいモールドはしっかり入っております。まあ、ということでね、いろいろ見ていきましたけども、まあ、やっぱりこれがですね、やっぱ普通のプラモデルを作った、余りというかゴミでね、こう作られているっていうのは、やっぱそのバンダイさんすごいな
いろんなね黒いガンダム、各シリーズね黒いガンダムいますけども、やっぱこういう一番最初のね初期のガンダムが黒いと、まあ、正直やっぱちょっとかっこいいなとまあ前も言いましたけども、もうあの影とかね残像とかにも使いやすいのかなと思います。ということで今回ご紹介しましたのはバンダイホビーセンター専用エコプラ144/1RX78-2ガンダム HG でございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いいたします。Twitter、Facebook やっておりますので、そちらもフォローお願いいたします。ありがとうございました。